皆さんこんばんは、むけなです。はい、ということで今回はですね、あのシーツが来たんだって、はい、来ちゃいました。食べるしかないでしょ。まず食べようとしてて草。せーの、じゃーん、三角チョコパイが始まったんだって。最高すぎる。でもうちょっとポテトとナゲットも買ってきちゃったって、もうバカなんですよね。す普通に絶対のドカー関係なの気づいた、ね、そうな。常温のお茶、しかも見て、このなんかあの学校のなんかオークラリーみたいなやつで配られるようなお茶。今回はこのポテトナゲット違うんだよ、ポテナゲはおまけなんだよ今日今回違います。チョコパイが始まったということで、チョコパイを食べるだけ、それだけです。じゃあ食べていきましょうや、食べていきましょうや。せーの、いただきます。さ、いつからかさ、白も定番化してきたけどさ、ね、どっち派皆様様。私は多分黒。いや私白ないよ。あ、そうなの。ホワイトチョコがもともと好きだから。あ、そっか。いただきます。ねえ、もうやばい、嬉しい。このさ、マックのアップルパイはさ、うん、カリカリ系じゃん。カリカリでパイが、うん、でもこっちはさ、サクサクでモチモチなんだよね、ちょっと。わかる。うん、ヴィランみたいになってる。ハロウィン。うん、え、これ何個でもいけんじゃない？いけないの？だからいっぱい買うか、ちょっと食べようやっていう回にするか迷ったんだよ、うん、でもくどいかなって、うん、いっぱいは食べれないか、うちらって思ったけど、うん、いけるこれ。いく、あ、あ、もうね、危ない。あ、もう垂れます。はい、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 終わった。はい、はぁ。え、だから一回さ、ムクとしょうもないゲームやったの覚えてる？何？いや、ムクが提案してきてしょうもないゲームやったことあって、チョコパイ食べるときに、うん、うまく食べれた方が勝ちねとか言うさ、なんか超しょうもないゲーム。いつの話それ。え、高校入る前とかじゃない？やば、そんなこと言ってた気もする。だから二人ともチキって全然ちょっとずつしか食べない。あ、でなんかもうね、このゲームやめようやって言って全然やんなかったんだけど。いや無理よこれ、うん、綺麗に食べれたことないもんな。うん、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 ねえ、見えないから誰も。こっちはまだいいよ、うん、こっちでいいよ。移転しちゃったからね、うん、うん、あー全然違う。うん、じゃあなんか中学の時に、うん、これもう覚えてるって話だけど、なになに、中学の時に、うん、一回帰って再登校みたいな時があったの、部活の人は、うん、で4時間とかで帰って、うんうん、部活の人は再登校みたいな、うんうんうん、うちら学校から家が遠かったから、みんなはちょっと一休みしてから来れるんだけど、うん、じゃあもう秒だったのね、はいはい、もうはい、ついて着替えて出ますみたいな感じだったの、うんうんうん、でもどうしても三角チョコパイが食べたくて、その再登校の行く途中にマックに寄って、うん、え、なんか覚えてるよ。チョコパイ食べながら行って、本当はダメなんだよね、そういう買い食いとかって、うん、いや覚えてる。でもうちらはさ、みたいな、うん、遠いから、普通みんなはだって一回家帰って食べてから来るってできるけど、うん、そう変わらんやん、それとうちら今やってることみたいな感じになって食べて、うんうん、ちょっと遅れても家遠いんでって言って、そうどうやっても間に合わないんですみたいなこと言ってね、うん、でもさ、普通に考えてさ、三角チョコパイ食べてから部活行くって結構王者じゃない？だってこういうことになってなかったのかな、バレてただろっていう。バレてたでもお前さ、全然覚えてないんだけど、ちっちゃい時に夢、マックの店員って言ってる時あったらしい。え、でもさ、めっちゃ向いてんじゃん、だってそういうの。私、エナピーはさ、うん、マックのバイトとかも、うんうん、ディズニーのキャストとかも、絶対向いてると思う、うん。あ、ディズニーのキャストやりたい。うん。だからもうスターになったもんね。うん。スターっていうランクがあるんですよ、うん、高校生が行ける最大のところがスターね、うん、私は同じ年数やってても、うん、全然なりません、スターなんか。でもスターもなんか接客、うんうんうん、技術とかもまあそれはもちろんね、うんうん、ないとダメだと思うんだけど、うん、笑顔で接客してましたとか、なんかそういう接客メインのね、うん、感じなんだよね、多分スターって。で違う、なんかでもたまたまなの、本当に。そうなの。たまたま私が接客ちゃんとやってんじゃんっていう時に、たまたま店長はいつもいいんだよ。例えば目がね見えなくて、こう棒でさ、うんうん、やったりとかしたりとか、うんうん、こう注文のクーポンとかも、うん、見えないから、こう音声用のクーポンとかを見せて注文する人がいたの、お客さんで、うんうんうん、まずそれに巡り合うことがないじゃん。巡り合うというか、そこの場面になることがまず少ない。私はその1回しかないの、働いてて、うん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 、で接客して、でも目見えないからさ、うん、階段の道とこうスロープの道があって、階段の道行ったら大変かなと思って、道も分かりづらいかなと思って、うん、あ、出口まで持っていきます
ます商品って言って、うん、スロープの方の出口を案内して、うん、でこれ気をつけてくださいねって、うん、そこでスロープ出たところで商品渡して ありがとうございましたって、うん、そんなそこまで送るって普通しないんだけど、うんうん、空いてたし、うん、やったよと思ってやってたら、うん、すぐそこに喫煙所があるんだけどそこで店長がタバコ捨ててええなぁいいじゃんみたいな出てきてと思って見たら店長いるってそのそれはすべてたまたまじゃん。めっちゃ思い出した店長の感じあのもうね修造まっすぐ修造なんだよね。修造熱いのよ熱い男なのよ、うん、でしかもさらにそれにプラスしてね、うん、私あの学校帰りに一回帰るとちょっとそれはそれで別にゆっくりできるわけでもないし、うん、でもそのまま直で行くとちょっと時間あるなみたいな時に、まあ、直で行くしかないかと思って直で行くじゃん、うんうん、暇だからそのすごい資料とか読んでたのそこに置いてある新商品のこととかさ、いろいろこうインフォメーションってあるんだけど、うん、まあ読まなくなってくるのだんだんね、うんうん、だんだん読まなくなってくるの、うん、で新しいおもちゃ始まったんだなって入ってわかるとか、うん、本当はちゃんと先に読む資料があるんだけど、うん、私暇だからそれ読んでたのねでその時君がそうやってたの、うんうんうん、でめっちゃなんか新しいバンズがどうのこうのとか、うんうん、すごいちゃんとソースとか説明書いてあるんだけど、うん、まあ見ないけどたまたま見てたの私はその日でたまたま行ったらすごい、うん、昔俺はねマックで働いてたんだよっていうおじさんが来て、うん、そのおじいちゃんがなんかテストするかのように、うん、これあの新しいこの月見のやつこれ何が新しいのみたいな何が違うのって言われてさっき読んだと思ってうちめっちゃちゃんと説明できたのねちゃんとなんとかバンズみたいな、うん、名称まで説明できたの、うん、あそうなんだみたいな、うん、そのおじいちゃんもこう納得してくれてよかったって思ってたらすぐさまに店長いんのやばいやばくないやばいでいたと思ってねこうやって来てなすごいじゃんみたいなやばいやばい完璧だったじゃん説明みたいなたまたますぎると思ってしかもその日なんかマネージャーの会議みたいなのがあったの、うん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 、で自分がこう上がったらもうそこのクルールームみたいなところでもう会議やってたのね、うんうん、でまあそれ何の話をしてるか分かんないけど、うん、うちが来たらもう店長その話したくてしょうがないわけ、うん、いや今日そうだったんだよみたいなでそのマネージャー陣もやっぱさだんだんやってるとさこう読まない人とかもいたりとかテストするの店長が、うんうん、新しいこの月見のやつ説明できるやついるかみたいな言って、うん、いやーみたいな意味になって俺ら説明してやれよみたいな感じでいやなんかあのバンズがとかほら今もちゃんと読んでんだよみたいな今日な聞かれてなちゃんと答えてなとか言って、うん、あ本当たまたまですって思ってそういうのもなんかあってすごいねそうたまたま店長の中で、うん、私はすごい接客とかを頑張ってるみたいなそうねになってすごいねそんなこと重ねるうんでもまあ偶然だけど必然だよ多分それはあそうなのかなスター、うん、エナピーをスターにさせるべくの、うん、仕向けた神様絶対ね、だからさ、うん、マックの接客ももちろん楽しいけど、うん、開発行きたいなああ行ってほしいうんそれさエナピーってよく言うじゃん開発側を回りたいそうあすぐ開発側を回ろうとするよ、ね、いやでもマジでね向いてると思うよだからうちらもし YouTube うまくいかなかったら開発行きます開発チームどこかのどっかの入ります、うん、でもね多分うちマックも多分向いてんだよ多分ねこういうクリエイティブみたいな仕事をする人って何かを考えて作り出すのが好きだと思うから、うん、こういうのが欲しいとかをさそうそうあ全部いかれる最後なんか3本ぐらい一気にいかれたうちここからだとさ見えないよ入り口しか見えないよね最後でしたごめんね全然いいんですけどということで食べ終わりましたいやでもあの三角中華パイの季節来ちゃったからみんな来ちゃったからだからさこれみんな食べよう本当にちゃんといや食べないとやっぱ来年やってくんないからやっぱあそう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 でやっぱ需要がないって思われた瞬間もう全然うんこうなるから三角チョコパイ応援したいって言うからちゃんとさ、うん、食べようそういうの大事だからさ大事大事無形なをさずっと見たいって人はさ動画再生回数あげよ うみんな頑張ってあげよう再生回数ってことで今年の目標は三角チョコパイ10個は食べたいと思います10個食べます今2個食べたんであと8個は8個食べたいと思います今回、はい、頑張りましょう